試合ができました。剣道のフォームも様になってきてる気がしますし、以前より武士道の境地に近づけているかもしれません。もっともっと武士に近づきたいです。あの先生、今日の私の試合どうでしたか？ご指導をお願いします。はい、ありがとうございます。え？失礼しました。これで日直の仕事は完了っと。この後何しようかな。さすがにこの雨じゃどこにも行けないかって。うわっ、大丈夫ですか？で、カノン先輩、ごめんなさい。んサーヤちゃん、ごめんね、怪我しなかった？はい、大丈夫ですよ。カノン先輩こそ怪我したりしてませんか？うん、大丈夫だよ。ごめんね、たった今滑るから気をつけてって千里ちゃんに言ってもらったばっかりだったのに。もう、びっくりしたわよカノン。でもサーヤちゃんが受け止めてくれてよかったわ。ありがとうサーヤちゃん。いえいえ。はあ、それにしてもこの雨どうにかなりませんかね。そうね、てるてる坊主でも作る？それいいですね。あ、そういえばこの間かすみがてるてる坊主をいっぱい作っちゃって、こんなに作ってどうすんだってアリサに怒られてました。夢中になってるかすみちゃん想像できるな。うちもココロちゃんが山ほど作っちゃって、アロハピのみんなであちこち吊るしたんだけど、それでも余っちゃって。ココロちゃんの山ほどは本当に規模がすごそうね。あ、だからこの前大量のてるてる坊主をくれたんだ。結局うちだけじゃ吊るしきれなくて、アリサの家の蔵に持っていきましたけど。そういえば今日はサーヤちゃん一人？ポピパのみんなは？今日は私日直だったんで、みんなも用事があるみたいだから先に帰ってもらったんです。そうなんだ。私たちも今日は予定がなくって、せっかくだからお茶して帰ろうって話してたところなんだ。いいですね、雨の日にのんびりお茶っていうのも。えい、ねえ、うわー、おっきな声。今のって剣道部の声だよね。ここからだと体育館からの声がよく聞こえるわね。剣道部ずいぶん頑張ってるみたいですよね。大会で練習中だそうだから、こないだイブちゃんが嬉しそうに話していたわ。今日は剣道部か。もしかしたらイブちゃんって3人くらいいるんじゃないかな。え？だって昨日は茶道部でのお手前の披露があって、その前は華道部の発表会で、今日は剣道部だよ。ほんとすごいな。あ、よかったらこれから一緒に剣道部見に行きません？イブが頑張ってる姿ちょっと見たくなっちゃって。それいいね。私もイブちゃんの剣道してるところを見てみたいな。そうね、せっかくの機会だし行ってみましょうか。ありがとうございます。それじゃあ練習の邪魔しないようにちょっと体育館覗いてみますか。わー、残念、剣道部もう片付けしてますね。今日はもう練習終わっちゃったのかな。ちょっと遅かったね。あれ、イブちゃんは？あれ、千里さん、カノンさんにサーヤさんまで、皆さん。ん、どうしたのイブちゃん、目が赤くなっているみたいだけれど。私このままでは
このままでは武士道の境地にたどり着けません。イブ？何かあったの？おー最高！このフルーツケーキ、上品な甘さで癖になる。何個でも食べられちゃうよ。よかった。まだ試作品だから、気になったことがあったら何でも言ってね。もうバッチリだよツグ。このケーキを食べたらどんな人だって大満足だよ。私が保証します。ありがとうひまりちゃん。あ、いらっしゃいませ。こんにちはつぐみちゃん、ひまりちゃん。千里さん、かのんさん、こんにちは。あ、今日はサーヤとイブちゃんも一緒なんですね。うん、ちょっといろいろあってみんなでお茶でもしようってことになって。イブちゃん、今日はお客さんとして来てくれたんだね。こんにちは、つぐみさん、ひまりさん。あれ、どうしたの、イブちゃん。なんか元気ないみたいだけど、何かあったの？実は…はい、ありがとうございます。私の斬新には何が足りていないのでしょうか。はい。というわけなのです。なるほど。顧問の先生に注意されてからできていると思っていた斬新がわからなくなってしまったと。はい、今日みたいな指導をされたのは初めてです。これまで先生は何でも教えてくださってたのですが。茶道にも斬新はあるけど、斬新のことを言葉で説明するのって難しいよね。私も時代劇の時に簡単に説明してもらったことがあるわ。でも子供の頃だったからあまり理解できなかったのよね。ちょっとごめんね。私そもそも斬新って何かわからないんですけど。私もよかった、分かってないの私だけかと思ったよ。実は私も。心を残すって書いて斬新って読むんだよ。日本の武道や芸道で使われる言葉なんだ。剣道の斬新は技を決めた後も油断せずに構えることを言うんです。お？ごめん、なんかあんまりピンとこなくて。つまり？すみません。剣道の試合では技が決まったとしてもガッツポーズをして喜んだりすると勝ちが取り消しになるんです。何それ、勝ったのに？私テニスの試合の時やったーって言っちゃうよ。っていうかテニスと剣道を比べるのはさすがに違くない？技が決まっても次に備えて構えを崩さないことが斬新なんです。私もどなたと試合をしてもちゃんと構えのフォームをすることは心がけていたのですが。なら一体何が問題なのかな。すみません。皆さんを困らせては武士の名折れです。これは武士道の境地に近づくために必要な試練。道は自分で開かなくてはいけませんよね。先生もおっしゃっていました。ちょっと今から稽古しに行ってきます。ちょっと待って、イブ、今から学校に戻るつもり？はい、一人で素振りするだけでも何かヒントになるかもしれませんし。イブちゃん、
ちょっと落ち着いて。やみくもに稽古したっていいことないと思うわよ。そうだよ、焦っちゃう気持ちもわかるけど、急がば回れとも言うでしょ。そうですね。確かに私焦ってしまっているようです。今は思い切って息抜きしてみるのもいいんじゃないかな。ただでさえイブちゃんはとっても忙しいから。確かにそうかも。リフレッシュして気分が変われば見え方も変わるかもしれないよ。リフレッシュですか？こんな時何をするのが一番いいのでしょうか？そうだな、美味しいもの食べたり、綺麗な景色を見たり、イブだったら自然の中でリフレッシュするのもいいんじゃない？そういうのっていいよね。お花に囲まれた場所でお茶したりとか。あ、そうだ、さっき見てたサイトに。どうしたの、ひまりちゃん？あった。ね、見て見て、このページ。わあ、綺麗なアジサイです。しかもこんなにいっぱい。一面のアジサイですね。あ、ここって二駅先にあるアジサイ公園だね。行ったことなかったけど、こんなに綺麗なんだ。今が見頃みたいです。綺麗な写真が撮れるって SNS でも話題なんですよ。ねえ、これみんなで見に行きません？いいね、アジサイ散策すっごくいいと思う。週末とかどうかな、イブ？ぜひ行きたいです。週末はオフなのでスケジュールも大丈夫です。カノン先輩と千里先輩も週末大丈夫なら一緒に行きませんか？ええ、もちろんいいわよ。その日は仕事も入っていないし空いているわ。私も平気だよ。次の週末はバンドの練習、お休みの日だから。つぐみちゃんは？私はお店の手伝いがあるから行けないんです。残念だな。でもひまりちゃんたちの写真楽しみにしてるね。アジサイ楽しんできてね、イブちゃん。気持ちをしっかり切り替えて楽しんできます。こっちの本には斬新とは動作の後の美しい余韻のこととあります。武士道伝には動作の後にも相手を尊重すること、また思いやること、なんだか読めば読むほどわからなくなってきました。あ、もうこんな時間。早く寝ないといけません。明日のアジサイ散策は皆さんに心配をかけないようにちゃんと気持ちを切り替えなくては。すみません、つい。イブのあくびかわいい。あ、今のシャッターチャンスだったかも。ねえ、もう一回お願い。サーヤさん、恥ずかしいです。カメラを向けないでください。サーヤちゃん、カメラの趣味続いているみたいね。はい、今日もいっぱい撮りますから期待しててください。サーヤのカメラ本格的だね。私も写真いっぱい撮るから後で見せっこしようね。いいね、楽しみ。でももうちょっと晴れてた方がいい写真撮れるんだけどな。そうだね、でも今日は雨の予報だし、まあ仕方ないよ。イブちゃん、電車の中でもあくびしてたけど、昨日はあんまり寝られなかった？実は昨夜も斬新について考えてしまって寝不足なんです。それわかるな。悩み事があると夜中ずっとぐるぐる考えちゃったりするよね。私なんてこないだダイエットするって決めた日に新作のコンビニスイーツ見つけちゃって、
食べようかどうしようか、一晩中そのことで頭がいっぱいだったよ。で、結局？食べちゃった。で、それはいいの？つまり、悩みは一旦置いといて楽しもうってこと。つまりかどうかはわからないけれど、ひまりちゃんの言う通りね。せっかくの機会だし、今日はリフレッシュしましょう。そうだね。今日くらいのんびりしてもいいと思うよ。皆さん、お気遣いありがとうございます。そうですね、今日は一旦忘れて楽しむことに集中します。それじゃあ早速行こっか。で、お？あれ？あら、降ってきちゃったわね、雨。あ、ほんとだ。雨のアジサイ散策か。で、なんか逆に季節感あっていい気がしてきました。確かにそうね。雨に濡れるアジサイ、情緒があるわね。それにみんなちゃんと傘も持ってきているし。私もお気に入りの傘を持ってきたので大丈夫です。わー、イブちゃんの傘、おしゃれな和柄だね。ありがとうございます。蛇の目模様の傘なんですよ。おろしたての新品です。わー、カノンさんのレインブーツもかわいい。クラゲのワンポイントが超いいですね。お店で見かけて思わず買っちゃったの。早く履きたくて今日雨降らないかなって楽しみにしてたんだ。わかります。そういう風に雨を楽しむっていいですよね。せっかくの傘もブーツも雨が降らなきゃ出番がありませんし。そうですね、きっと傘もブーツもいざ初陣と張り切っているはずです。そうかもしれないね。ねえねえ、そうよ、集合した時から気になってたんだけど、その袋何？あ、これ？みんなで食べようと思っておやつ持ってきたんだ。楽しみにしててね。とっても楽しみです。それじゃあ、アジサイ公園に向け出発。公園までの道のりはスマホで調べてきたんで、私についてきてください。はい、いざ出陣です。雨に濡れたアジサイがなんだか生き生きして見えるわね。サーヤちゃんの言う通り、雨の日だからこそ感じられる季節感ね。そう言ってもらえてよかったです。それにしてもすごいね、アジサイ公園っていうか、もはやアジサイの丘って感じだね。ね、そこの看板に書いてあったんだけど、この公園には1万株100種類のアジサイがあるんだって。1万株？それは途方もないですね。アジサイってそんなに種類があるのね。あと園内でいろいろ催しがやってるみたいだよ。アジサイの苗木の販売とかお菓子とか売ってるって。へえ、苗木の販売なんてあるんだ。お土産に買ってったらアリサ喜ぶかな。アリサさんきっと喜ぶと思います。後で販売所に寄ってみましょう。ねえねえ、丘の頂上にある池がすごい綺麗ってホームページにあったんだ。散策しながら丘を登ってみようよ。はい。見渡す限り一面アジサイで、まるでアジサイの迷路ですね。とっても綺麗です。ほんとだね、まるで絵本の世界に迷い込んだみたい。あの、そ
このアジサイをバックにみんなで記念写真撮りません？うん、これは絶対撮るべきだよね。やったー、ありがとうございます。じゃあ撮りますよ。あー、もっとギュッとくっついてください。ギュギュッと。あ、千里さん、足元にカエルさんがいるので気をつけてください。あれ、千里さん、カエルさんはお嫌いですか？そんなことないわ、全然平気よ。千里ちゃん、そんなにギュッとしがみつかれるとちょっと痛いかも。ちっちゃくて可愛いね。あ、ちょっとそっちに行っちゃダメだよ。千里ちゃん、押さないで。ふえー、カエルさん、皆さんの方に行ってはいけません。わあ、カノンさん、そこまでくっつかなくても、写真が。あ、何この写真、みんなの足元が写ってるだけなんだけど。でもほら、見方によってはこれもおしゃれな写真って感じしない？アートっぽいっていうか。そうかな。私が求めてたのはこういうやつじゃないんだけどな。私もいい写真だと思います。ここにカエルさんがいたなって、後で絶対に思い出せます。賑やかでとっても楽しい写真です。なるほど、そういう考え方もあるか。なんかそう言われるとすっごくいい写真に見えてきた。本当だね。けど私、カエルなんて久しぶりに見たな。いつぶりだろう。カエルさんもだけど、あんな驚いた顔の千里ちゃんもなかなか珍しいよ。もうカノン、からかわないでちょうだい。あれ、あそこにも何か。まさかまたカエル？ではなくて、あ、葉っぱの裏にでんでん虫が隠れていました。これぞ葉隠れの術ですね。まるで忍者です。カタツムリは大丈夫なの？千里ちゃん。得意ではないけれど、カエルよりは平気かしら。こんな色鮮やかなアジサイに住んでるなんてすっごい贅沢ですよね。写真撮っておこっと。ちょっとサーヤ、ここまでで撮りすぎじゃない？頂上の絶景スポットはもっとすごいみたいだよ。早く行こう。うん、それじゃあちょっとペースアップして。あ、カノン先輩、足元ぬかるんでますから気をつけてくださいね。あ、ちょっと待って、ここではぐれちゃったら会える気がしないよ。あ、千里さん、そこに大きな水たまりがありますので気をつけてください。ありがとう、イブちゃん。でも少しくらいなら水たまりに入るのも慣れているから。え、どういうことですか？雨の日にレオンと散歩すると水たまりで遊びたがって大変なの。レオンくん、雨がお好きなんですね。今度雨の日のお散歩ご一緒してもいいですか？ええ、もちろんいいわよ。でもレオンたら濡れた体をブルブルさせるから気をつけてね。覚悟の上です。ねえ、見て、イブちゃん、この辺りのアジサイとっても綺麗。いろんな色が集まってるわ。ピンクに紫、黄色、青に緑もありますね。綺麗なグラデーション。あ、アジサイってパスパレみたいです。緑と青はマヤさんとヒナさん、ふわふわピンクはアヤさん、そして黄色は千里さんです。ほんと、パスパレみたいね。そうなるとこの薄い紫はもちろん私です。ねえ、イブちゃん、
私にできることがあるなら何でも言ってね。剣道のことはうまくアドバイスできないかもしれないけれど。千里さん、ありがとうございます。お礼を言うのはこっちの方よ。この前のオーディションの時もそうだったけれど、イブちゃんはいつでも私たちを一生懸命応援してくれるでしょ。そんな、私はただ皆さんのことが本当に大好きで、ただ応援したいから応援しているだけです。皆さんの一番の味方でいたいんです。そういうイブちゃんだからこそなのかしらね。とってもパワーをもらってるのよ。いつも本当にありがとう、千里さん。だから私もイブちゃんを応援したいって思っているのよ。困った時は何か力になれるように。だから何でも言ってね。今の言葉でとっても力をもらえました。今日千里さんと一緒にアジサイを見に来られてよかったです。千里さん大好きです。私もよ、イブちゃん。さ、早くひまりちゃんたちに追いつきましょう。はい。ふぅ、やっと着いた。階段結構登ったね。だいぶいい汗かいちゃったよ。でも見晴らしが良くて気持ちいい。あと少しでひまりさんが言っていたおすすめの池ですよ。あ、ねえねえ、階段を歩いてる人たちが見えるよ。こうして上から眺めてると傘がカラフルなお花みたい。わあ、本当です。私たちさっきまでお花の行列の一部だったんですね。お花のお散歩というところかしらね。カノン、ぼーっとしてどうしたの？あ、ごめんね。丘の上で空気が違うせいなのかな。雨の匂いがしてなんだか深呼吸したくなっちゃって。雨の匂いって独特ですよね。私も好きなんです。雨が降る前、あ、これから降るなって匂いでわかりますもん。なんかわかるな。懐かしい感じがするっていうか、落ち着くっていうか。ねえ、せっかくだからみんなで深呼吸してみない？いいですね、やりましょう。リラックスできた？イブちゃん。すっきりしたような気持ちがします。これぞ雨デトックスだね。深呼吸のおかげですっきりしたし、それじゃ池の方に行ってみようか。うわー、見て見て、みんな、池にアジサイがいっぱい浮いてて超綺麗。青、紫、ピンク、水面がカラフルな花で敷き詰められていて、ステンドグラスみたい。うっとりしちゃうね。終わりかけのアジサイを摘んで浮かべてるんだね。お花が水面に静かに漂っていて、まるで物語の中にいるみたい。とっても幻想的。これは確かに絶景スポットね。ですよね。アフターグローのみんなに写真送ってあげよっと。私もポピパのみんなに送っちゃおう。きっとみんな喜ぶだろうな。で、あれ、なんだか雨が。あ、雨が強くなってきちゃった。さすがにこれはちょっと雨宿りしないと。ほんとだね。あ、見て、ベンチがあるよ。屋根もあるからあそこでちょっと雨宿りしよう。カノン、そんなに慌てると転ぶわよ。気をつけてね。ありがとう、千里ちゃん。大丈夫よ、カノン。私、タオル持ってきてるから。
私もハンカチあるんで使ってください。しゃイブどうしたの？ここにいたら濡れちゃうからイブも一緒に。はっ、ソーヤさん、雨と緑の匂いを堪能していました。なんだかエネルギーを充電してる感じだね。どう？今日は気分転換できてる？はい、もちろんです。サーヤさん、たくさん心配してくださってありがとうございます。そんな、お礼なんていいのに。剣道のことは正直あんまりわからないけどさ、こうして一緒にいることならできるからね。サーヤさん、は、ねえ見て見て、あの池。ん？どうかしましたか？雨で池が白く煙って霧が湧いてるみたいになってるよ。さっきも綺麗だったけど、より一層幻想的に見える気がしない？わあ、本当ですね。これは絶対写真に撮らないと、だよね。ひまりはもっと晴れてればいい写真が撮れるって言ってたけど、雨だからこそ撮れる写真もあるんだね。なんかすっごい得しちゃったって感じ。え？雨だからこそ撮れる写真？ん？どうしたの？あ、いえ、斬新についてちょっと何か分かりかけた気がしたんですが。え、本当に？一瞬光のようなものが見えた気がして、ただまだしっかりと自分の言葉にはなりませんが。イブちゃん、サーヤ、どうしたの？びしょ濡れになっちゃうよ。はい、今行きます。行きましょう、サーヤさん。いい音色ですね。こうしてただ静かに雨音に耳を澄ませるのもいいものね。なんだかとっても癒されちゃった。素敵な提案ありがとう、サーヤちゃん。いえいえ、でもこのアイデアはもともとイブから教わったものなんです。え、私ですか？ほら、カオルさんのおじさんの別荘に行った時にイブが何もしないで過ごしたいって言ってたでしょ。そういう考え方なんかいいなって思ってね。素敵な過ごし方だね。自然の中で何もしないで過ごすなんて普段の生活じゃなかなかできないもんね。はい、フィンランドでは夏の間はゆっくり過ごすんです。のんびり気ままにお茶したりおやつを食べたり。いいなぁ。はぁ、なんだかお腹空いてきちゃったかも。じゃあおやつにしようか。じゃーん、アジサイメロンパン。あぁ、とってもかわいいです。メロンパンがアジサイのお花みたいになってます。サーヤが持ってた紙袋の中身ってこれね。父さんに教わって作ってきたんだ。お花の色は紫芋パウダーを使ってるんだよ。みんなもどうぞ召し上がれ。アジサイのまるっとしたフォルムとメロンパンって似てるわね。面白いアイディアね、サーヤちゃん。こっちのパンには可愛いカタツムリが乗ってるよ。あ、クッキー生地でできてるんだね。新メニューにしちゃいなよ。私絶対買うよ。ありがとう。それじゃあ父さんに相談してみようかな。あったかい紅茶もあるよ。みんなで飲もうと思って持ってきたんだ。わあ、さすがカノンさん。まるでピクニックみたいね。こんな雨の中なのに。はい、とっても楽しい。皆さん、今日はありがとうございました。とてもリフレッシュできましたし、元気をいただけました。
どういたしまして。でも私自身が一番楽しんじゃったかも。私もこういう機会がなかったらアジサイ楽しめなかったもん。私もみんなと雨の日を楽しむことができて嬉しかったな。そうね、素敵な景色も見られたし、私も良かったと思っているわ。私もアジサイのグラデーションからたくさんの前向きな気持ちをもらいました。また来年もアジサイ散策に来たいです。うん、私も。あ、もしかしたら来年は違う色のアジサイが見られるかもね。え、違う色のアジサイですか？公園の看板に書いてあったんだけど、アジサイって花の色が変わることがあるんだって。今年は青い花が咲いたとしても来年はピンクになったり。え、そうなんですか？不思議。どうしてなんですかね。土の影響なんだって。土の性質が変わるとその影響を受けて違う色に変わるみたい。聞いたことあるわ。土がアルカリ性だと赤色、酸性だと青に変化するのよね。へえ、なんか理科の実験みたい。土の影響力ってすごいんですね。目に見えない根っこの部分が花の色に大きく影響しているんだね。同じ花でも土によって色が変わる。あ、もしかして。どうしたの、イブ。斬新についてわかったかもしれません。え、本当に？なになに、どういうこと？一番大事なのは根元にある土だったんです。土？これまで私はどんな方を相手にしても斬新を気にするあまり振り付けのように毎回同じフォームをとっていました。ですが土によって色を変えるアジサイのように、相手から影響を受ければフォームそのものは同じであってもその余韻や空気は変わるはずです。なるほど、イブちゃんの言うことわかる気がするわ。茶道の斬新もそうかも。お茶を立てる手順そのものは変わらないけど、お招きするお客様がどういう人かによって場の雰囲気が変わるかも。相手からの影響をちゃんと受けなくては真の斬新とは言えないのかもしれません。ホームの中に相手を思う心を残すこと、それが斬新です。おお、そうだよ、絶対そう。私は途中からよく分かんなくなっちゃったけど、イブちゃんがそう言うなら絶対間違いないと思う。またひまりはいい加減なこと言ってけどよかったね、イブ。それが正解なのかは私には分からないけど、イブなりの答えが出たってことはすごいことだよ。はい、それもこれも今日一日皆さんがいてくれたからです。それにさっきサーヤさんが言っていた雨の日だと景色が違って見えるという話を聞いたとき、少しだけ光が見えた気がしました。あの一言が私に今の考えを授けてくれたんだと思います。授けたってもう大げさだよ。私たちはイブと雨の散策を楽しんだだけ。それでも皆さんハグさせてください。え、ちょっとイブちゃん。もちろんいいよ、ぎゅーなんだかちょっと照れちゃうな。もうイブちゃんたらイブよかったね、剣道頑張ってね。はい、皆さんまとめてぎゅー、全力のハグです。
私にとって必要なことでした。今回のことでいろいろ見えるものがありました。これもアジサイのおかげです。あ、いえ、なんでもありません。これからもご指導ご鞭撻よろしくお願いします。イブ、お疲れ様。皆さん、稽古見ていたんですか？うん、こっそり覗かせてもらっちゃった。とってもかっこよかったよ、イブちゃん。頑張っていたわね、イブちゃん。その様子だと、あの時に掴んだことは間違ってなかったみたいね。はい、今回のことで大切なことを学びました。斬新は向き合う相手のことを思う気持ち。あれから私も自分なりに斬新を考えてみたのだけれど、バンドの演奏にも似ている気がしたの。斬新とバンドの演奏がですか？ええ、バンドでは同じ曲を何度も演奏するでしょ。曲の歌詞もメロディーも変わることはないけれど、それを演奏している私たちの心はお客さんに大きく影響すると思うの。なるほど、確かにそうですね。うん、わかるな。茶道も同じだと思う。お茶を立てるときは相手のことを思う心がとっても影響するんだ。斬新は型の中に相手のことを思う気持ちを残すこと。フォームだけでも心だけでもダメ。どちらも必要なんですね。あ、そう考えると私もお店にいる時に感じたことあるな。え、ソーヤさんも？お客さんにいつものように挨拶しても気持ちが沈んでたりすると、それが伝わっちゃう気がするっていうか。だからいつも楽しい気持ちで手伝うようにしてるんだ。で、これはちょっと違うかな？いいえ、それも立派な斬新です。挨拶というフォームの中にある相手を思う気持ちです。こういう風に考えると、いろんなところに斬新ってあるんだね。そうね、自分の目線に置き換えてみると発見がいっぱいあったわ。斬新はバンドや茶道やパン屋さんにも通じる。つまり、すべての道は武士道に通ずということですね。イブちゃん、それはちょっと違う気がするのだけれど。とにかく、今回のことで武士道の境地に達するにはまだまだだと実感しました。ですが、そのおかげでもっと剣道を好きになることができました。これからも武士道を追い求め続けようと思います。うんうん、いいと思う。イブ、完全復活って感じだね。私には皆さんがいてくれますから。だから武士道にまっすぐ突き進むことができるんです。そしてその武士道で皆さんをいっぱいお守りします。頼りにしているわ、イブちゃん。はい。ねえみんな、よかったらこれからお茶しに行かない？つぐみちゃんから聞いたんだけど、羽沢コーヒー店に期間限定のケーキが入ったんだって。いいですね、行きましょう。はい、ひまりさんやつぐみさんにもこのことをご報告したいです。そうね、ひまりちゃんにも連絡してみましょうか。それでは参りましょう。もう、イブちゃん剣道着のままじゃない。早く着替えてらっしゃい。失礼しました。では着替えてきますね。